どうもこんにちは、なっちでございます。右下ガシャ更新ね、もう来ちゃいました。はい、あーよろしいですね、非常に。あ、怖いですねはい、ということで一回ちょっと状況を整理しましょう。右下のねガシャ更新、月末の限定がやってまいりました。期間は僕の誕生日の2月11日15時までということですね。ちょっと短いね、限定にしては。まあ2月が短いっていうのもあると思うんですけど、僕が一番このゲームでお金を使った二見亜美ちゃんの姉、まあ、双子の姉である真美ちゃんがね来てしまった上に、限定まさかの真壁と。いや、僕はできる先輩かリオネだと思ったんですけど、まさかの真壁でしたね。ってことで、まあ、今回2種類あるんでね、なかなか激しい戦いになるかと思います。頑張りましょう。その前に、なんか衣装が出たらしいんで衣装を買います。ミリオンジュエルの購入や、これですね、元気回復ができます。プラチナガシャ10回チケット1枚付き3級プロジェクト13人分フェアリースターズですね。フェアリーのメンバーにこのなんかちょっとね、どう見てもパンツでしょっていう衣装が着せれます。これね、10回チケットついてくるんで無料です。もう実質無料、実質かも無料です。買いましょう。はい、買います。ありがとうございます。いや、いいですね。はい、でプレゼントにあるんですかね。イベントも始まってね、まあ、ただ響き報酬じゃなくてよかった。ちょっと2月頭忙しいんで、できればプリティードリーマーを響きの報酬にしてほしいですね。響きが報酬にしてほしいですね。それだったらすごく嬉しいです。はい、では行きましょう。まず納税ドン。はいや、はいや、なんかそう、またアップデが来てね、いろいろ早くなったんで、このロードも早くなった疑惑があります。ではチケット行きましょうか。チケットしよう。あら、なんかいっぱいある。結構持つねこれね。提供割合は、あ、その時のが引けるんだ、ちゃんと。 OK、 行きます。せっかくなんでね、あれしましょうか。パンパン5、3倍。はい、はい、来た、はい、来た、もう最強5、3倍最強説、素晴らしくない？絶対あるってセリフあったもん。そう、初星ね、初星でいっぱい5、3倍したんですけど、そういえばこのネタ使えるなと思って、なんだかんだ今まで忘れてましたね。はい、玉木2連からのな、ガチャも少し早くなったかな。さあどっちだ、マミだと精神的に助かる、真壁くんですねこれは。イエス、すごくない？チケットで出ましたよ。チケットとあのマスターピースはね、信じてなかったんですけど、あら、かわいい。どこ見てるんだ。プロデューサー、この衣装少しきついです。はい、胸のあたり、すみません、見栄を張りました。こういうとこいいよね、真壁くんのこういうとこ好きよ。でここで確かエミリーが SR にいるんで、エミリー出たらもう完璧。イオリンでした。いや素晴らしい。もう5参拝しまくろ。いや、しまくっちゃダメなんだろうな、しまくんのよくないよな。ちょっとヤバくなったらしいよ。はい、もう一枚いきまーす。早いんだって、マジで。なんかロードも少し早くなってるかな。あ、これは前回追加された弥生ちゃんに SR、 とりあえずエミリー引こうか。出ませんね。ロードの長さ的にこれがマミの可能性は低いので、まあ、僕はセリカあたりじゃないかなと思ってますけど、これセリカだったらいいな。あ、ユキホでした。ユキホよう出るなお前。クリスマス終わったぞ、寒いけど。かわいいです。スキップ出ないね。いやでもすごい、チケットめっちゃ奮闘したよ、よくやった。この調子でいきましょう。実質10回目。
いいよいいよ。あ、これはないね。やべ、せっかくロードのタイミングを掴んだのに速度の改善で予想しにくくなったな、これ。エミリーどうぞ。スバルくん、スバルくんはね、前回引きましたからね、割と引いちゃったんでね、今回はあっさり終わってほしいんですけど、やはり二見姉妹が僕を苦しめるんでしょうか。出ないぞ、エミリーが。エミリー、エミリーおる？フェアリーばっかですけど。 SR でしょ、2パーぐらいあるよね。エミリーどこ行った？確率見ていい？ガチャ詳細だっけ？あ、違う、こっちだ。提供割合が、あ、 0.5 しかなかったんだ、この2人。よう出たな、真壁くんね。エミリーが 2.4 あるよね、やっぱり。いけ、早い、スキップ。出ない。響きは来ました。なぜ、なぜだ。やだよ、もうやだよ。天井触れるとかやだよ、本当に。いや、天井でね、あの網の半分以下で済むのはありがたいですけど、結局天井はなんかもう敗北感しかないんでね。出ねえし、どうなっとるし。もう一丁、早い早い早い。なんか俺まだ回すって押してないよっていうぐらいのスピードで終わりますね、これ。あ、来ました、これですね。あー、いいですね。これなんか取れるんですよね、枠がね。これも素晴らしいと思います。これはマリモマリモなわけないか。抹茶のなんかお菓子かな、抹茶菓子。あ、なるほど、マリモじゃないね、さすがにね。ではやはり残るは二見アミちゃんじゃない、マミちゃん、行きましょう。マミがやっぱりな、そんな気したんだよな。もういたずらに苦しむやつらの、バネピーの気持ちがよくわかります。どんどん行く、どんどん行く、どんどん行く、どんどん。とりあえずあのセリフ消えるまでどんどん行く。 SR チケット嬉しいな。なんか3枚ぐらい出てくれますからね、今日はね。ドーン、2倍はそこか。1回戻りましょう。1回ご参拝して、1回ご参拝いきます。はい、パンパン、ご参拝来い。ダメか、やっぱ乱用は良くないよね。ちょっと一発目がすごすぎたよね。完璧です、ありがとうございます。何気にも折り返しよ。ああ、毎回見る光景、この絶対見てしまうこの光景。はい、100いきましたね。いや、カメラマンさんもすごいなんか早いんだけどさ、出んのが。僕速度求めてないんですよね、このパターン多いな。お、すごい、金髪率すごいですよ。おなしやす。ああ、あ、でも SSR はありそうだ。お、2枚、ちょっと長かったよね。1枚にしては長いかなってきました。ジュリアじゃないかな、これは。イオリン、イオリン、弥生はシルエットじゃないんですね。ハッピーハロウィーン。イオリちゃんにずっと注目してないと、いたずらしてあげないわよ。よきよき、おカード弥生入ってんの、よき。そうか、 SSR もなんか縦のカードが追加されたんでしたね。いいね、なんか新鮮だな、あれ。でこれこそジュリアな気がする。あ、ミヤちゃん多いな、本当に。前回めっちゃ見たよ、この1週間で4回ぐらい見た。この衣装はなんか
新鮮じゃない、こんなんだったっけ SSR ね。あ、ここでジュリア、はい、ありがとうございます。2倍お願いします。素晴らしい、ありがとう。君とアリエル、表情ではなくてだな。お、お、ワンチャンあるんじゃないこれ。あ、いけ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 、おう、やっぷきっかな、かわいいかな。カナ、最近カナ好きですね。こんな素敵な衣装だったら何曲だって歌えちゃいそうですよ。かわいいよね。はい、ありがとう。2倍、2倍いっちゃいます、いっちゃいます。あ、そこで、そこですか。いけ、おう、やべえ。なんでさ、こうなるんです、ふたみさんは、本当に。ふたみさんは、ふたみさんは、ふたみさんは。悲しいけど楽しい。こっち。はい。一回戻ろう。一回落ち着け。150回引いたぞ。マミの画面にしてポン。どうだ？楽しいけど。ダメですね。よいしょダメだよな、やばいな、そろそろ、まああと4回でしょ、まずいっすよ。最後にあります。これはね、高値お姫ちんと予想します。おい、おかしいでしょ、ちょっとどうなっとるんや。その運があったらさ、別の方向に回せる気がするんですが、私は。この衣装は何回聞いたかね、これね。どこ見てんだろう。2倍にはなりませんと。あと4回か、頼む。お、マーミ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 、翼からのあずささんからの翼、つばっぴー、最高の一枚の基準が分かりません。近っ、こんな可愛い衣装が着られるなんて最高、プロデューサーさんありがとう。翼いいよね、翼の前好きだったんですけど、なんか最近またちょっと再熱。いけ、あー、いや、せめてさ、真壁くんがダブってもいいから、あのセリフを聞きたい僕はっていうフラグを立てていく。いくよ、200回目いくよ、ドン、はい、来た、やばい、フラグかもしれん、フラグの可能性あり。まずい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 、いやいや、まさか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 のまさか、おかしい、早すぎるフラグ回収ちょっと。いや、可愛い、可愛いです。非常に可愛いです。はい、可愛いんですけど。プロデューサー、ね、この衣装、少しきついです。響きを見るな。嬉しいな。ラスト、100個になっちゃいます。本当にお願いします。マミちゃん、マミちゃん、ああ、ああ、どんな声やねんっていうね。はい、ありがとうございました。久々だな、課金すんの。お前、ほんとに、ほんとになんでさ、あの姉妹に限ってこうなります。これさ、動画ここで区切って延長戦とかやったら、どうせ次浅い出るんだよ。
あっさり出るんだろうけどね。いや、区切ろっか。ちょっと長いし、15分やっちゃったしね。ちょっと、まあ、次回短くなるかもしれませんが、ちょっと、マミーを追いかけるってことで頑張ります。撮影がどうせ止まっちゃうんでね、課金するとね。ということで、次回またマミ狙いでお会いしましょう。バイバイ。